いよいよ今週末に開催を控える、フジロックフェスティバル18、ザ・ユータブ。E でのライブパフォーマンス配信を行う出演アーティストの一覧を発表した。ライブ配信が決定したのは、7月27日のヘッドライナーを務める N.E.R.D やサカナクションをはじめ、アルバート・ハモンド JR. 浅井健一、プロジェクターズ、エレファント・カシマシ、クリム・スパンキー、ハインズ、ジョニー・マー、ケイシー・マスグレーブス、マック・デ・マルコ、オブクロ・ナリヤキ、モンゴル800、オデッザ、ポスト・マローンら国内外のアクト全47組。各アーティストの出演時間は、公式サイトのタイムテーブルをチェックしてほしい。すべての配信は、フジロックの YouTube 公式チャンネルにて公開。さらなるライブ配信アーティストが追加される可能性もあるとのことで、各杯。審美の全パフォーマンス終了後には、1回限りの再配信も予定されている。また、未来の活躍が期待されるアーティストを支援するプログラム、YouTube、ミュージックセッションの一部をフジロックフェスティバル18で実施。ルーキー A55 への出演が決定した15組のパフォーマンスを収録し、後日公開するという。ライブ配信概要、フジロックフェスティバル 18YouTube ライブ配信日程、2018年7月27日、金曜日、28日、土曜日、29日、日曜日。フジロック公式チャンネル、http://www.youtube.com、フジロックフェスティバルライブ配信協賛、ソフトバンク株式。会社フジロックフェスティバル18期間、2018年7月27日、金曜日、28日、土曜日、29日、日曜日。会場、新潟県湯沢町苗場スキー場 http://www.fujirockfestival.com 本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。